皆さんこんにちは。今回はコーディネートが素敵になるクッションの並べ方についてご紹介します。クッションの数や並べ方を変えるだけで誰でも簡単に素敵なコーディネートができます。使用するクッションの数はズバリ3つが正解です。その理由を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速スタート。まずこちらのコーディネート、とっても素敵ですよね。そこへクッションを置くだけでさらに素敵になります。まず1つ、これだけだとちょっと寂しい印象です。そこへもう1つ、左右対称で綺麗にまとまって見えますが、きっちりと整頓されすぎて緊張感が生まれてしまいます。さらにもう1つ、3つ置くことで動きが出て緩くリラックス感のある印象になりました。ではなぜ3つ置くことでリラックス感が生まれるのでしょうか。こちらの写真は海外の建築物です。左右対称、つまりシンメトリーになっています。海外ではこのシンメトリーが美しいとされています。そしてこちらの写真、日本の床の間を写したものです。ご覧の通り左右が対称になっていません。日本では床の間に代表されるようにアシンメトリーで絶妙なバランスが保たれていることに美しさ、つまり粋を感じます。そういう意味でもクッションもアシンメトリーに置くことで日本人には自然と落ち着けるコーディネートになるんです。せっかくのくつろぎの場所なのでアシンメトリーを取り入れましょう。ちなみに先ほどは3つのクッションのうち1つを柄物のクッションにしました。こうすることでより動きが出ますし、コーディネートのアクセントにもなります。またこの1つを季節を感じる素材に変えるだけで簡単に季節感を出すことができます。さらに1つを小さいクッションに変えることで外しになり、アシンメトリーをより強められます。コーディネートが素敵になるクッションの並べ方、いかがでしたか。ここでおさらいしておきましょう。クッションは3つ並べる、アシンメトリーに置く、3つのうち1つを柄物にする、1つを小さいサイズにしても効果的。このポイントを押さえておけば簡単にソファーの上が華やいでお部屋の見せ場の1つとなります。ソファー周りが物足りなかったり、コーディネートをワンランクアップさせたい方はぜひ参考にしていただければと思います。ではまた次回、さよなら。